さあ、今回はザ・セットリングという新作のコロニー島遊んでいきましょう。さあ、このね、ポータルからこう人が来て、で、今チュートリアル見ていってますけど、これまあ移動だね。まずは、この右にある飛行船に5人運ぼうと。で、左クリックとかで選んでいけるわけだね。まあでも操作めっちゃ簡単じゃない？マウスと ESC。まあ、ESC は普通にやり直すときに使うと。これ死んじゃうんじゃないか？ああ、死んじゃうね。ルート。選んだとって、あ、そういうことね。選ぶと逆方向に向かえると。右クリックは、あ、待て待て。あ、でも合ってるか。オブジェクトにぶつかれば、登れない場合はね、逆方向に行くと。でもちょっとレミングス的な感じなのかなと。なんかみんなここに来たら左に行くみたいな。で、これここ逆向きね。これは右クリックで動かすと。左クリックでこの子たちの向き変えて、右クリックで、このオブジェクトの向きを変える。あ、で、ここで戻、あ、この高さなら死なんってことかな。で、この放置すると多分左に行っちゃうと思うんだよね。こう炎あったらどう？あ、炎あったら、これ避けて戻ると。ここでこの飛行船にね、入ってくれるはず。ここでコロニー示していくと。まあ、資源管理したりとかね。全く想像つかないですが、あー 5人しか乗れないんだ、この船は。ごめんな、のび太。じゃあ次行くか。シンプルコンストラクション。建物を作ると。まあ、これ関与するためにだよね。まあ、ここにはしごを作るんじゃない？ここにまた持っていく。だ、ここに持っていくのが基本的なゴールなのかな？建築できると。で、ここにはしごを作れと。あそこに全部書いてあるんだね。で、登り、あー、これどう？途中危ないんじゃない？ちゃんと完成させる。で、あと2回、1回とか、作れる回数が決まっていると。これさ、でも、ん？どうなるんだ？こう行って、はしごとか。あー、でも、あれなんかやった気がするな。これ、ミスったな。ちょっとやり直そう。リセット。でこれさ、ここいけんじゃん、1個で。あ、いける、あ、いける、いける、いける。こうだね。あ、もう完成したわ。進めろ、進めろ。まあ、まだわかんないけどね。いや、面白いね。ちょっと頭使いますね。下なんかあるんだよな。ぶどう3倍。濃縮還元か？でも下に行く道なんて、まあ、こっから落ちる場合あると思うけど、まあ、それ、水はでも死ぬもんね。一撃死なんで。安定的に落ちれる状況があるのかな？あ、なんか、ロックと3倍があるね。まあ、でもこれゴールでいいんじゃないかな。なんか、ボーナスリワード的な。で、はしごは基本一人しか行けないんだね。あ、でも行っちゃった。あー、行くな。あの後の彼を見てもらえないね。さあ次、リソースの収集です。ああ、そっか、これでさっきのブドウみたいなのかな？なんか上にいるけども。これ木を取るの？あれ？取るわけではないと。まあ、持っていくのは間違いなくて、ツールを押す、ボタンバーのツールを押す。斧とピッケルで、で、木とか、か木をいあ木と石とかカッパを、じゃあね、木と石を売ってカッパコインをゲットすると。で、エレベーターを買う。ああ、作るためじゃないんだ、別に。この子にあげればいいんだよね、多分。よいしょ。はい、斧、ピッケル。てるでしょ。全く想像がつかないんだけど。あ、それそこ掘るんだ。
まあ、とりあえず斧は複数上げても多分大丈夫だと思うんで、ピッキャリやばそうじゃないか。放っておきゃとりあえず行くのかな。カッパーコインこれ9あるよね。今これ多分やってます。あ、上に持ち上げてんのかそれ多分。あ、そういう感じかな。ピッキャリじゃ上げてみるか。怖いなあれ。ここにあるあるある。でお金ゲット。エレベーターはパーソナルリフト。ここに石売るんだよね。まあじゃあちょっと掘らせるか。いけ。あ、これだ。これワークショップ20。全然足んないけど。あ、でも77。あ、石7ね。高いね、石。いいね。で、道具に関しては1回使うとなくなるみたいで、もうないっすね。でも進めるか、じゃあ。まあ、お金的にはいけるんで。どこに置けばいいんだ？ただ。あ、でも、いけるな。買ったね。はいはい。これをね、どこに置けばこれ上いけんの？うん、ここは一応左に行くような命令があるわけだよね。まあでも多分こっから行けばいけんじゃないかな。これ人を、フリーワーカーを上に行かせる。ってことなんじゃない？これで。いや、これと同じ原理であれば、ここはね、あ、そういけるよね。で、右に向いてるから、そのままいけるはず。来たー。行ったんじゃない？で、暇な子が行く。おっしょ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 。クリアクリア。で、一応時間57分あるんでね。まだ全然ミスれたね。まあ、そもそもリトライできるけど。あ、いいね、いいね。あと一人かな。これ終わりだね、最後の一人。あー、登ってこなくていいぞ。あ、戻せばよかった。あー、大丈夫か。乗り遅れた。あー、おー。信じられないんでしょ、多分。今リソース取ったか、次。ビルディングのプレイスメント、配置？あ、作んのかな、普通に。で、落ちても大丈夫で、なんかこれ、なんか目的に落ちた看板かな？11。フィニッシュビルディング。で、まず木こりを、木を切る、小屋を作る、家を作る。で、はしごを作る。で、デザートブロック破壊して、ダイナマイトで破壊して、エレベーターのアクセスをつける。はいはい。まあまあまあ。まあまあまあ。で、ハンマーかな。あ、違った。まず、斧か、じゃあ。木がいるんだな。で、これエレベーター。これを破壊しろってことか、じゃあ。エレベーター上。はしご。あ、はいはいはい。でも、すぐ行こうと思えば行けんじゃないの。無理なのかな。ショップには、あ、でもダイナマイトはそういうことか、足んないのかな。で、はしごも多分足んないんですかね。でもここにいろいろあるけど、これは売る、これ入れるんだよね多分。下に木こり、ああ、でもあの、ここもはしごいんのかな。あれ、ここそうだよね。買うんであれば、あ、でも大丈夫じゃん。オッケーオッケー。正解が分かんない、今んとこ。で、戻るでしょ、上に。あ、もう、入った、入った。あ、で、こいつが行けばいいのね。逆向き！よし。で、ダイナマイトじゃ右か。で、1個使ってみようかな、じゃあ。あ、別にいけるけど。あ、待って待って、まだこっち来ないんだけど。あ、帰れるんだね、てかね。いや、いけないか、これ別に。あ、これフリーワーカーじゃないからか。
で、ちょっと作らしてみようかな。これで炎に、こいつが今なってただけかな。一人だけなってたよね。いや、一応なんかもうゴールできちゃうんだけど。サインか。だからこういう人は戻れ、こういう人は行け。でもこういう人は行けとこういう人は戻れが重なっちゃえばどうせ行けないわけだよね。この人だけ行けとか、そういうのを置くわけだな。だから斧持ってる人は戻るとかなんだよね。木を持ってる人は戻るっていうので、多分ここに建築するようになってて、で、下で木を売る。で、ここ、通ると斧ができる。こういう建物なんだね。で、ここ今、木を入れたのかな。まあ、ゴールできるでしょ。一応でもここにさ、看板、あ、でも、炎があるから、そうか。絶対にここの間で動くわけだ。だからここから死ぬことはないと。はいはいはい。ハンマー、あ、でもハンマーなら持っていけるな、ここに。爆弾買えばって感じだね。まあ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 、ゴールしちゃおうかな。なんかできそうであるけど。せいぜい言ってハンマーですかね。あとの資源はわかんないし。あと8に、あ、そっか、でも、そういえば家作るんだった。やばいやばい、戻れ。まあ、まだ人いますからね。これがでも家じゃないのかな。てか、そもそも。残り人数考えよう。2、4、5。6人あと。2、4、やっぱ5人だね。つまり、これもないな。ここの多分家とおぼしきものが人増やしたりするんじゃないのかな。これ急げでしょ、だって。急げ。急がしちゃったよね。リコール。リコール。こっからかな。呼び戻すみたいな。でも死んだ人なのか。11人だったんで足りないわけですよ。だからここなのかな、やっぱり。ってことはサインを使って、あれ、これ死んじゃうんじゃないか。でもエレベーターって上から下に行くだけで、あ、じゃあ下から上に行くだけで、ダメなわけですよね。で、ここのやつは開けてあるから、さっきの爆弾のやつは解決してて、ここの木があるから、行ったら死んじゃうわけですよね。でも、ここにハンマー持っていくのが正解っぽいので、どうしような。下から上じゃないよね。正解でもそこだと思うんですけど。なんか作れんかな。あ、あった。あったあった。普通にあったあった。ありました。これ置けますと。アイコン見せしてあげたらね。単純な。オッケーオッケー。これでいけるぞ。危ねえ。人をね、あまりにも使いすぎてたらいけなかった。よしよしよし。これで家作ったら人が増えるから、これで今回の条件満たせると。で、まあ10人最高だよね。まあ今、ここに10人はいないけど。出ていった人含めて10人。あ、増えた増えた。2人増えたね。これもうゴールできるけどね。家もでも、資源さえあればいくらでも置ける感じ。なんか、すごいとこに置こうとしてるね、これね。持ってけんよな、そこはさすがに。まだ木が足りないんじゃないかな。ぐるぐるしてる、ぐるぐる。よし、戻れ。あ、戻れ。おい、言うこと聞け。早いとちょっと操作むずいな。まあ、でもゴールできるんだよ、今。いけ。だこう内政がある感じのね、まあ、レミングス的な、まあこういう、ちょっと頭の弱そうな、ね、一方向にしか進めない子たちをうまく導いていく
ゴッドゲーム的な感じかもしれないね。単純な街づくりとか、コロニシムじゃなくて、しっかりとね、管理してあげないといけないと。でもこれ切っちゃっていいね。これもいらないから、あと売ってもらうだけで。で、でもこれいったんじゃないか？あ、でも、そうだな。まあ、最後一人行ったらこれ看板向けちゃうか。あ、お前、何してんの？あ、これか。木を植えてるんだね、ここがね、ちなみに。だから木が一生増えるんだ。さあ、さよなら。君たちはここで一生ね、働いてもらおう。それじゃ最後、ファイティング、フライング。戦って飛ぶの？もう、あれじゃない？格闘家の世界大会じゃん。あ、ちょ、待って待って。あ、大丈夫か。説明は？まあ、ファーストステップだけ見とけばわかりますね。あれもなんか、ティップスがあるぞ。一つの人参は2マナー、一つのグレープは4マナー、一つの小麦は5マナー、一つのスープは15マナー、一つのワインは35マナー。マナー。ウッドプランクを作る。で、ベジタブルベッド、フォー、グレープス。畑なのかな？ニューベジタブルベッド、グリーズ、グレープス、同じだね。で、グレープを使って、ワインを作る。で、酒場に届ける。で、ワインをマナーの釜だよね。釜に届けて、マナをマナポイントをゲットする。マナを使って、魔法、ソープバブルを使う。ソルジャー、レイ、スケルトン。はいはい。まあ、マナー作って、ユニット作って、それで戦うみたいなことか。まあ、やってみましょうか。これ倒すためのマナがいるわけね。これね、これミリシア、まず上に行かせるようにしないといけないわけだね。うわあ、これか、飛ぶやつか。なんだこれ、フライングがあったよね。これマナ、あ、これとかマナだったんだね。さっきワーカーフレンジ使ってたけど、あ、でも飛んでるよ。すでに。飛べない子もいるのかな。あ、ここ、あ、ここで飛べってことか。で、あと2回まで飛べる。ちょっと待って。一旦やめとくか。ん？なんだこれは。ここに木の板を使うわけだよね。で、木の板作るのは、ここか。いや、これ木の板売る場所じゃないか。木が上に来るんだ。ちょ、一旦売るのやめとこうか。よくわかんないけど。まあ、植えると、切るやつがいて、ここも正直奴隷みたいなもんだよね。上に上がるというよりか別に木を、やるだけで。で、ここで多分木の加工してんだよね。で、加工した木を使って、で、ここワインか、マナのやつなのか、説明が。まあ、グレープを使ったマナ作る場所でしょ。まあ、かワインか。で、これが、じゃあ、ブドウ入れる場所か。じゃあ、ここがワインができて、これが、そのワインの場所なのかな。でボトルオブワインじゃない？じゃあ、ここは。この説明通りであれば。これ何なんだろうな。あ、これがマナのやつか。ってか、でもこれだと木の板だね。困りましたね。あれ言えないんだ。パラシュートでも上から下へでしょ。こうやって上に行くんだ。もうここかな。あ、そう、あったあった。ベッドで、あ、ちょ、待って、2ついっちゃった今。まあでもこれってもともとあるわけなんで、これグレープを作るわけだよね。だ、待つしかないね今とりあえず。ね、この子は多分右に持って、あ、でもこのベッドに持っていくわけで、その後は右に持っていくはず。で、下に2人いるのはどうだろうか。
まあそんなにでも、もう一人行ってもいいかもしれないね。余ってるくらいでも、リコールで戻せんのかな。いや、でも10人、いて5人行かせないといけないから、結構多めで、上に持っていくのね。まあ、木の板が余るまで分かんないから、これで右のとこに持っていくと、初めて分かるんじゃないか。で、木は左へになってるけど、なんか変えないとちょっと危ないかもしれないな。ここで上に、あ、下に、あ、下に行くのか。じゃあこれ売っていいのかな。お金に変えますね。あ、ここで循環が始まるわけだ。でもお金の使い道なんてもうないと思うんですけど。これ多分ワインが身でできるんじゃないのかな。な、ちょっと作るか、とりあえず。ここでちょっとブドウ3個入れるんだよね。だから多分足んない、全然。少ないと、もっと。売ったけど正直それはダメで、人数でもこの28でいいんじゃないかな。結局ね。これ完成して、まあ余った分は売ればいいと。これ下に行くやつなんだね。上に行くエレベーターと下に行くやつが別々にあって。これ何なんだろうな。多分ユニット変えるんだよね。多分これが上に上がるやつだね。そう、バブル。まあバブルなんで。で、これが下に行くやつか。はいはい。で、走るやつ。まあ、試したければシンプルに下のやつを一旦使えば、ここには来るはずだ。で、これ一個でなんか足りそうな気はするんで、ちょっとさらに買って、畑ね。これが最後かな、でも。でもね、ワイン待ちしてる。ブドウが余るんであれば、ブドウをマナに変えるのもいると思うんで、あれ、これ来たワイン。これ35マナなんだよね。で、人数的に何人目にあげればいいんだろう。それによるよね。10人戦士作れるんで、これいったんじゃないかな。ワインは多分入ってるっぽいですね。まあ今木の板売り出してるんで、なんならもうブドウもありですけど、なんか押すのか。あ、いや、黙ってる、41黙ってるわ今考えてたけど、ブドウも欲しいかな。一旦ブドウにする。ちょっと全然ワインがない。今41でしょ。これで入る。で、45。はいはいはい。あれ、ワインできたね。ワインできたんであれば、ワインに変えると。これ84。よし、もういけるね。ちょっと試してみよう。下から上。いや、ちょっとできない。この子やろ、この子じゃ。あげたら、もうちょい上、上、よし、来た来た来た。割ったりすんのかな。結構時間かかるね。あ、オッケーオッケー、勝手に割れたね。じゃあこのまま上に向かわせて、まず兵士にしようか。まあ一応人数で勝ちたいよね。でも下いらんわ。切っちゃい切っちゃい。あとまあワインくらいじゃない、あって。畑とか切れなそうだよね。なしみたいなないのかな。ワイン持ちの。まあ進めるか。めっちゃいい感じにユニットはいると。あ、帰れるわ全然。
これいっちゃっていいんじゃないかな。よし、お前も行くぞ。共に戦おうぞ。こいつはダメだな。下がら上がろう。よし。あ、ちょっとなんか左に行っちゃってる子もいるね。いや、できたらこの辺で収めたいんだけど。で、向きを整えよう。で、マナシールド、マナシ、あ、でも一人ずつなんだ。ちょ、まあ、めっちゃ数持ってきたけどじゃあマナシールド補助で戦うか。マナシールド、あ、でもマナがなくならないとって感じね。追い越せ追い越せ。めっちゃ接戦してる。すごいすごい地味な戦いだね。あれ、これ済むのかな。全然終わんないけど。参戦はできないの、これ。ちょっとあれでも超えれんもんね。あ、でもちょっと減り出した。急げ。なんか硬いなそいつ。やべ、やられるぞ。シャレ頑張って働いたやついるけど。あ、でも勝った勝った。マナーシールド。まあでも勝てるか。別に。これ一応、急げやるとちょっと早くなるのよ。あー、マナーシールドなくなったら それは敗北なんだね。1増えるだけか、じゃあ。あー、はいはい。このゲージ全てがじゃないんだね。強いな、相手。やばいやばい。攻撃アップとかないのかな。ちょっとリコールしてみる、ちょっと次1になったら。強すぎるんだけど。あ、倒したナイス。なんか骨とかゲットできそうだけど。骨を与えんのかな、これは。2取れそうだね。よし、ゴールだゴール。いけいけいけ。お前から戻れ。よし。あー、結構危なかった。戦闘ね、このやられてったら人数足りなくなると思ったけど、結構ギリギリでしたね。さあ、今回今チュートリアやっていきましたけど、いや、面白いですね。セットリングス。まあ、こう、進むね、労働者を戦士にしたり、いろんな仕事につけたりして、まあ、建築したりして、戦わしたりして、最後にはゴールを目指していくと。いやー、ちょっと頭使いましたね。